はい、どうも、受け持ちです。はい、でも、噛んだな、マジで噛んだな。勉強大好き、ケンさんです。勉強大好き、勉強大好き。はい、というわけで、まあ、いろいろイベントがあったんですが、はい、サプライズがありまして、はい、AKB グループセンター試験ということで、まあ、ここ最近で言うと、ね、この時期はセンター試験だったわけですけど、はい、うん、そんな中、AKB48 グループのセンター試験があると。はい、いうことで、はい、陸泡の中でサプライズ発表がありました、はい、開催日時が3月10日土曜日、うん、そして開催場所、うん、日本6カ所同時開催、うん、東京、名古屋、大阪、福岡、新潟、広島、新潟あるということで、試験内容はもちろん AKB グループの歴史だったり、うん、歌詞、うん、あとは、振り付け、うん、衣装とかね、うん、そういうメンバーが本来知っておくべきものが出題されるということで、あとは日本国内じゃなくてインドネシア、タイ、台湾なんかも同時に開催するということで、ガチの48オタがね、これで見極められるんじゃないかなと。そうですね、まあもちろんね、うちらも受けられるみたいな感じではあるんですけど、まああのメインはメンバーが受けて、その上位16名がユニットとして曲がもらえるということでね、これだから48グループ愛に長けてる人がだいぶ有利な。確かに、滝田さんとかはもうガチガチの歌なんで、ちょっとこれを機にね、有利かもしれない、有利だと思うんで頑張ってほしいなと思いますけど。そうですね、内容なんて難しいんだろうね、相当ね。いや超むずいと思うよ。俺も結構さ、知ってるつもりではいるけど、これ受けたら多分ね、合格点取れないと思う。難しそうだもん。無理だと思う。超マニアックな、何これみたいな、歌詞なんかパッと出てこないかもしれない。確かに確かに、どのメンバーがどの時期どうでとかも分かんないし、衣装がどうのこうのかって言ったら急にね、その言われればああそうだったねってなるかもしれないけど、問題で出されても分かんないし、逆に知りすぎてて分かんないから混乱するかも。そうかもね、はい、あの時こうだっけこうだったよね、あれどっちだっけみたいな、そういうのもあったりすると思って、あるかもしれないね、ちょっとね無理だとは思うんだけどね、自信はないですけど、あこういうのがあると、っていう感じでございます。まあね、詳細は後日発表があるということで、そのまましたいなと思いますけども、まあ、メインはメンバーが受けて上位16人が選抜になるということで、新たな試み。そうですね、ですよ。これは面白い、ありそうでなかったかもね。そうだね、今までなんとなくありそうで確かになかったなっていう気がするんで、ね、企画としては面白いんで、ね、そうですね、新しいな、そんな感じで、まあ、また後日の発表をね待ちたいなと思いますけど、はい、ちょっとかゆいように頑張ってほしいなと、そうですね、思いながら、はいはい、そんな感じですかね、はい、はい、というわけで終わります。はい、勉強大好き。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。